質問です。転換、橋本病、シェーグレン症候群、高血圧、喘息、気分障害で大量の薬を服用しています。弾薬にはどれくらいかかりますか？まあ半年から1年ぐらいっていう感じですけど、まあ今この人は絶対弾薬はできないなっていう答えになりますね。なぜならここで質問していることも問題、ね、自分自身で勉強してないということが問題、自分自身依存症の塊だっていう自覚がないということの問題っていうことがあって、医者に頼ってるっていうことの問題であり、病名に頼ってるっていうことの問題であり、薬中であるということの自覚は本当はないんだっていうことの問題ということに行き着くので、そういうふうなね、ちゃんとね、前提になってるものがあるわけなんですけど、その前提になってるものっていうものをちゃんと理解して自分の中落とし込んで、その負のループみたいなやつから抜け出すっていうふうに自分がならなきゃ、それはやめれるわけはないですわね、みたいな。薬っていうのはそういうのの問題を覆い隠すだけ、ごまかしてるだけというか、麻痺させてるだけの物質ですから、麻痺させていい時もありますよ。とにかく何も感じないでさ、とにかく寝れない時に睡眠薬飲んだらパタって倒れて寝れるんだから、それいいと思う人もいるかもしれないけどさ、問題は何一つ解決されてないんだからさ、その大元のところに目を向けない限り一緒よ。だからこの人におすすめできる本、私のおすすめできる本はまずね、弾薬のすすめっていう、そういう本で、もう一つが医者に頼らなくても癌は消える。で、この癌のところを別に自分の病名に全部当てはめればいいだけ。いや、考え方は一緒です。っていう風なのを、ちゃんと自分で考えられるようになったら、初めて薬をやめる準備ができたっていうだけです。それまで薬を変に減らしたりとかするのはよろしくない。当然、禁断症状とかリバウンドが出るだけだからね。そういうのは気をつけてもらった方がええと思います。